皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。カリスマ美容家としてテレビへの出演のほか、さまざまな活動をしている IKKO さん。そんな IKKO さんですが、美容に対しての姿勢は鬼のようで、毎月一般人の年収と言っても良いくらいの金額を美容に対してかけているそうなのです。そこで今回は IKKO さんが美容に対して使っている金額や、それを支えるための年収などについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。 IKKO さんは、これからの時代は肌の根幹ケアがすごく大事として、自身の幹細胞を抽出して培養し投与する脂肪幹細胞ケアを紹介しています。 IKKO さんはこのケアに対して具体的に語っており、美容クリニックで幹細胞の点滴をやったりしてと説明し、1回の点滴でだいたい200万円くらいと驚異的な金額だと語って周囲を絶句させました。これに対して IKKO さんは、それよりも歯髄幹細胞の方が良いのではないかと思っているそうなのです。歯髄幹細胞とは、人乳歯髄幹細胞培養醸成療法のことで、乳歯や歯の神経から得られる幹細胞を使用した美容法だそうなのです。一般には全く馴染みのない美容法ですよね。これに対して IKKO さんは、乳歯のエナメル質の中に幹細胞が入っていて、17年くらいやってるの、1回30万円くらいを月3回くらいと、またも驚きの金額を明かしています。そんな IKKO さんですが、世間の視聴者からはやはり、美容がすごい、なんでそんなにお若いのか、肌が綺麗などの声が集まります。 IKKO さんは、60代になっても30代の肌をキープしたいと語っており、先日肌を調査したところ、美肌菌というのがあるんですが、皆さん通常1000個ぐらいあればいい、私はすごかったんです、3万6000個と叫んで自慢しているほどなのです。しかし、一般の36倍も美容菌がいる肌をキープするのには並大抵な努力ではないようで、1ヶ月の美容代についての質問に対しては、40代の時はだいたい350万円と明かしています。さらに驚くことに、現在は倍まではいかないけれど500万円ぐらいは使っていますと明かしています。この高額すぎる美容費の理由は、 IKKO さん自身が化粧品のプロデュースをするために、何が良くて何がダメか、この成分は化粧品に入れられないのかなど研究をするためのもの、幹細胞治療の点滴をしたり PRP 療法をしたり、いろんなものを試している結果だと説明しています。一般的には医療に近いような行為まで全て自費で研究として取り入れているようですね。そんな IKKO さんですが、過去にどうしてもなりたかった職業に就けなかった経験をお持ちです。 IKKO さんは、本当は客室乗務員になりたかったんですと告白したことがあります。実は IKKO さんの姉も客室乗務員だったそうなのですが、その姉に、あなたはダメ、男だからと言われたそうで、男性であることを理由に断念したと言います。そこで IKKO さんは、私の生きていく道ってどこなんだろうと思って、ネクタイはめてスーツ着てっていうのは私らしくないし、どうしようと思った時に、美容室だったら私生きていけるかもしれないってと思ったという IKKO さん。なんかこう、白い目で見られなくてってところがきっかけで、19歳の時に美容室に就職したんですと明かしました。そして当時、50年ぐらい前の話ですから、私にとっては何よりもナイフでえぐられるような感覚の言葉もありましたと、当時辛かった経験も口にしています。そんな IKKO さんですが、過去の交際相手が起こした衝撃的な行動について語ったこともあります。とある番組で恋愛トークになった際、 IKKO さんは、男を見る目があると思いますかという質問に対し、そうでもないときっぱり否定しています。しかし、1回だけ17年続いた恋愛があったの。だけど焦ってる時ってダメね、どちらかというとダメ男が好きなタイプ、私がダメ男にしちゃうのかわからないけどねと、自身の恋愛傾向を振り返りました。続けて、全部こっちに責任を振るやついるじゃないですか、マネージャーにも結構いるじゃんと切り出し、気づいたらさ、全て自分のものになってたとか、ほら権利書とかと告白。権利書とは不動産の所有権者だと証明する書類のことで、そんな重要な公的書類を
気づいたら彼氏の権利として記入されてしまったという、とんでもない被害に遭ったというのです。これに対して共演者は、そんな男いないよ。ないないない。大丈夫ですか？事件じゃないですか？と、衝撃を受けた様子だったのですが、IKKOさんは、だけどそういう男もいるからね。気をつけないと。本当なのよ。と、あっけらかんとして周囲を驚かせています。土地の権利書を奪われてしまってもひょうひょうとしている IKKOさん。その収入も桁外れのようなのです。IKKOさんの青山の自宅は床面積300平方メートルの 7LDK。家賃は300万円という超高級マンションで、花屋から豪華な花を取り寄せて飾り、どこもかしこもピカピカに磨かれて、整理整頓されているそうです。この自宅は有名で、自宅が公開されるたびに、ネットでは、さすが美のカリスマと、羨望と称賛の言葉が並びます。そしてその度に、美容家という仕事はそんなに儲かるのだろうか、という疑問もつぶやかれるのです。IKKOさんはこの豪華な住まい以外に、衣装代で月1000万円、美容代で数百万円は使っていると公言しているからです。IKKOさんの年収はざっと2億円から3億円と言われているそうで、テレビ出演に加え、イベントやトークショーにディナーショー、さらには美容関連商品のプロデュースなど、事業を広げています。特に最近は韓国で人気が高いそうで、韓国の化粧品ブランドを日本に紹介する仕事が増えているようなのです。そして IKKOさんといえば、年収5億円という都市伝説があるのはご存知ですか？しかしこれに対しては、嘘ですと否定しています。しかしタレント業だけでなく、化粧品販売でも成功しているのでは、と追及されると、IKKOさんは、化粧品の売り上げは、そこまでは私の方に入ってこない。プロデュースなんで、としており、売り上げの何パーセントをもらっているか、という質問に対しては、通常、化粧品のプロデュースでもらっている人の倍くらいの比率、と明かしたことがあります。さらにこの化粧品の売り上げについては、通販番組の時間帯が良かったら、1時間で5000万円以上いきます。今までの最高は5時間で3億円くらい入った、と告白した IKKOさん。しかし、売れた金額が全部私に入ってくるわけじゃないから、と語っており、年収5億円説に関しては完全に否定しています。とはいえ、トータルすると年収数億円というのは間違いないでしょう。そんな IKKOさんが売れっ子であり続ける秘訣は、徹底的な気配りだと言われています。スタッフや共演者に、自筆の手紙付きの差し入れを忘れないそうなのです。その差し入れも手が込んだ洒落た品物ばかりで、それで気分を悪くする人は絶対いないと評判なのです。こうして気配りを徹底的にすることで、自然と仕事も回ってきて、結果として収入につながるサイクルが出来上がっているそうなのです。IKKOさんは修行の末、30歳でヘアメイキャップアーティストとして独立。当時は多くの女優のメイクを手掛ける売れっ子で、弟子を15人ほど抱えていたといいます。気配りや料理の才能などで見せるようにお姉度が高いのですが、実は IKKOさんの体は完全な男のままなのです。本人もそれを自覚しており、意志の力だけで女になっている、と言います。この自己プロデュースの高さが IKKOさんの素晴らしいところで、自分を美しく見せることや、タレントとしての才能を高く見せる能力が、抜群に高いと言われています。テレビなどでひどいいじられ方をされたときに、リアクション芸人顔負けの対応ができるのも、自分の役割を熟知している証拠ですね。いかがでしたか？今回は美容家の IKKOさんの驚くような美容費や年収についてお話ししてみました。すべてを支えているのは IKKOさんの美容に対する鬼のような気迫と徹底した気遣いによるものだったのです。これからも美容家としてすべての男性女性に愛される存在であっていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと、次の動画も見ていただきやすくなります。それでは、また。